100万円をかけたチャレンジ立ちはだかるのは名だたる英語系留学に対する夢熱い思いをぶつけろ留学を目指したきっかけはおとおさんの動画を拝見してから珍しいっすね<や>失礼 <laughs> パッションが全く見えないから兄が、えっと、亡くなったんですね腰痛ストのスコアですと8割から9割ぐらいを取れるような形にはこれってすごいんですか大丈夫自信を持って グランプリ思いをぶつけて100万円ゲット主催の留学兄さんケイですこの企画では皆さんに奨学金100万円を競っていただく企画です私が経営する留学アシスタント株式会社から皆さんの留学の夢を応援したいという思いで出させていただいていますこの企画から世界で羽ばたくグローバル人材を見たいと純粋に思っておりますはい、司会を務めさせていただくイさんです、よろしくお願いしますではですね、早速なんですけど世界に羽ばたける有望なチャレンジャーを紹介しますえ、簡単なプロフィール 教えてください。自分の名前は林誠二と申します。年齢は18歳になります。出身は東京になります。私は高校3、今、高校三年生になります。お願いします。はい、ありがとうございます。では、えっ、ー、と、誠二さんの、えー、チャレンジスタートです。頑張れー <laughs> <laughs> ではですね、えっ、ー、と、1分間の英語自己紹介をしていただいた後に、日本語で、えー、審査員の方とディスカッションしていただきます。 Thank you so much for coming. Could you please tell us about your dream? So nervous. No I had dream I uh, acquired a new sense of value that be, uh, can be obtained in Japan through other other religions and find what I should believe in. Yeah, that's all. And now, please introduce yourself. First I I don't have a uh, great talent and skills. To be honest, uh, I am not good at English. But but now I'm standing here in front of famous YouTuber. I'm I. It is unbelievable and amazing. I made an effort for studying abroad. Sometimes I uh, I have uh, experienced hard time. はいありがとうございますではえっ、ー、と質問すぎるとですね見聞きいと思いますで、えー、のでえっとどなたありましたら 今のは自己紹介というよりかはなんかこれに対するパッションだったんで、はい、なんかもう少しご自身のことについて知れるような話聞けなかったんで、はい、すみませんはい <laughs> そうですね、うん、私はえっと、まあ、東京に生まれてえっとそれでえっと高校中学一旦省いて高校からの話になるんですけども高校からえっと日本の大学を目指してえっと日々勉強していました ですが、まあ、自分の進路について不安な、不安なところもあって、えっと、自分のえっと視野をひらげ広げたいということで、いろんなことについて、えっと、チャレンジ、えっと、手を出してきました。そこで、K さんのえっと動画を拝見して、留学という選択肢を知ることができました。それで現在、留学を実現するために勉強を日々頑張っているというところです。これまでに留学経験がないということで,いいんですよね。はい、すごい。 具体的に何か今持ってる英語資格とかってありますかないですね私は。何か自分の英語力をそのどうやってこれから上げていくみたいなのをプランニングを聞きたいなと思うんですけど。はいえっと、現在今、えっと、アメリカの大学に行くために勉強しているためその入学条件として TOFL が必要なのでその TOFL のス,、えー、スコアを取るために日々勉強しています。そこで 4技能必要なのでリーディングリスニングライティングスピーキングを別々の勉強と思わずに一つの言語の,あの勉強として取り組むために日々学校の先生に質問をしたりですとか帰っててききたから勉勉強強、えっと、ででるるだけ自分が勉あの時間の許すす限り勉強しているといとう状況ですもっと具体的になんか何をしてるかって聞いてもいいですかあの勉強は多分皆さんしてると思うんですけど、はいはい、具体的にどういう勉強をしてこういうふうにあげようと思ってますみたいな。 そうですね、オンライン英会話を現在は今、えっと、時期とか今やめている時あるやめているんですけど、えっと、オンライン英会話をしておりえ以前はしていたので、えっと、スピーキングの練習をそこでしていましたあとライティングは自分の、えっと、学校の先生に添削をしてお願いするという形にして、えっと、トーフルの、えっと、リーディングにを取るために日々、えっと、公式問題集であったりとか、えっと、日々の 復習を大切にしているので、えっと、学校の授業の英文とかを、えっと、音読をしたりとかっていうのをしてあげるようにしています。リスニングに関しても同様で、トーフルの公式問題集を使ったりとか、YouTube とかでもなるべく英語を使った動画を見たりとかをして、えー、リスニング力を上げようと日々頑張っています。 今までの学習してきて、僕ら審査員がこう、パッとわかるような、なんか、定量的な数値。例えば、トーフル何点とか、もしとかの、のなんかあの、公式問題集のスコアでもいいですし、何かこう、なんか、数値みたいなものとかってありますか目に見える成果というか、か具体的に多分なりやすいと思いますので。うん。えっと、トーフルを今現在頑張ってるんですけど、まだ、実際今、現在まだ受ける、一回も受けれていなくて、それで、 ト e フルではないんですけども、共通テストのスコアになってしまうんですけども、共通テストのスコアですと、最近自分が個人的にやったものになるんですけども、8割から9割ぐらいを取れるような形にはなっています。それってすごいんですか<や>僕全然わかんないんですけど。何点中何点でしたっ、ね、二、ね、?200。200<や>点 ?8 割で100ですよねああ。まあでもいや、すごいと思いますよ。全然。それ、うん、に。うん。なんか、そうだな、もっと、あれだな、 人通りが見たいんで、はい、いろいろお話ししていただき、はい、たいんですけどあのなんかこの学校生活で今ここ3年生、はいはい、すごく今自分が打ち込んでることだとかこれでめっちゃハマったことあるんだよなみたいな,なんかそういうのないんですかえっと私は、えっと、部活に、えっと、力を注いえてきましたがそれ以上に私は自分の将来についてとてもえ考える時間が長かったです。というのは私のバックグラウンドの説明になってしまうんですけども、えっと、私は宗教を信じておりまして。 えっと、その宗教で、えっと、日々毎日、えっと、日曜日に教会に行っているんですね。そこで、えっと、とてもいい刺激をもらったりいい教えとかがあるんですけども、えっと、それとは逆に自分で納得できないこ、えー、教えであったりとかこれはどうなんだあこの教えはどうなんだろうっていう内容もあったり正直あったりするんですね。それれで自分がこ,、えー、これから、えっと 人生の軸として何を信じるかって考えた、えっときに、自分が何をしたいかっていうのをすごく考える時期が結構あったんですね。高校入ってからすぐ大学調べをして、ですがコロナが重なってしまって、えっと、体験入学とかもできなかったんですね。それで私は、えっと、ズーム、えっと、大学、在、えっと、学の在学生にアポイントメントを取って、えっと、ズームをしたり、えっと、個人的にズームをして、えっと、その学部の情報であったりとか、その先の将来についてのことを えっと聞いたり、えっと、実際に、えっと会っ、あっお会いをして、えっと話したりっていうのを、1年生か2年生ずっとしていました。そうですね。なんで結、結論、えっと、まとめると、高校生では、過ごす、あの、自分探しという、アバウトになってしまうんですけども、自分探し、自分が何をしたいか、自分がどういう存在なのどういう存在になりたいのかっていうのを探すために、活動していたっていうのがあります。 ちなみにそのまあ、今回は BYU アメリカのユタ州にある大学を希望、はい、まあ進路としているということなんですけどそもそもその留学したいとか英語に興味を持ったとかっていうなんか具体的なきっかけって何かあったりしましたか留学を目指したきっかけはおさんの えっと、動画を拝見してからなんですね。珍しいですね。えー、<laughs> 珍しいだ、ね、け<礼>令和の虎を見させていただいてから。ああ<ー>、そっか、令和の虎。でも、ここに書いてね、すごいですね。ライブに2年近く欠かさず参加してって。確かに。これすごいことですよね。うん、こういうのなんかもっと強調していった方が、なんていうんですか、うん。パッションが見える。多分、見せ方が多分苦手なだけだと思うんで、多分、やってることは素晴らしいと思うんで、うん、なんか、その、自分が強みって、 思う部分をねもっとととと話してやると、うん、こういういいいのとかすごいと思いますご思まよ圭、ねうん、さんのどのようなその例えば令和の虎に出られてた時にどういう発言とか、はい、どういう考え方に惹かれて、うん、それがこの,けあのこの留学してみたいっていう結果に導かれたのか確かにんかちょっとねタイプが違うように見えるんでこの「パッと見」最近の第一印象ですけどこん私の根本的にはえっと将来不安っていうのが大きくありました。 そこで K さんの動画を拝見した時に K さんも日本の将来性だったりとか自分え自分の、えっと、キャリアを築いていく中で今行動していくっていうところの、えっと、考え方がとても共通していたっていう点が大きかったために、えっと、K, さん K さんの、えっと、動画を拝見して留学を目指したっていうのが日本がやばいからそのなんか留学みたいなそういう感じなんですかね。 なん,なんとなく不安があってそれが留学に結びついたっていう感じですか経産の動画を見て。も、えっとも、えっと経済不安はあったんですけどもそれが、えっと、留学の理由の一つになりましても、えっと留,学えー、留学を目指した理由が3つありまして宗教的なバックグラウンドそして、えっと、あの日本の将来性や経済不安経済不安っていうのが2つ目、ね、あとプログラミングを学びたいっていうこの3つがあります。 なんかあれだね、留学じゃなくてもできるんじゃないかっていうのが、今さっき答えてことだから、なぜ留学なのか。その、ここにもね、他の人に負けないというところは、留学に対するパッションって書いてあるんだけど、そのパッションが全く見えないから。しかもビックリマーク2つついてますね。すごいごめんなさい。緊張してるかごめんなさい。なぜ留学なのか。他のことでも実現できるんじゃないか。 多分ニックさんのね、質問の意図もそういう意味だと思いますね。そしたら、えっと、自分のバックグラウンドを一回話してもよろしいでしょうか。私は、えっと、先ほども言った通り、えっと、ええー、生まれた時から日曜日、教会に行っておりまして、それでいいこともあれば、えっと、私にとって、えっと、受け入れ難い教えであったりとか、そういうのを経験してきたんですね。プラス、私は中学生、1年生の時に、兄、 がえっと亡くなったんですね。兄は九つ離れていて、とても信頼信頼していましたし、人生のえっと先生みたいな存在で、とても頼りのある兄でした。それ、えー、その存在が亡くなったことによって、えっと自分がえ,ー、えすいません大丈夫よ。うんゆっくりですよ。大丈夫よ。すいません。兄を慕っていたために、それを亡くしたことによるショックがとても大きかったです。 それで自分の存在価値ってなんだろうとてもえっと、強く思ったのと、自分が将来何をしたいか、であったりとか、あと、自分が他の人にどうや、えー、どのように、えっと、ポジティブな影響を与えられるかっていうのを、とてもすぐ考えたのが、中学、私の中学時代であいます。そこで、日本にいることで、えっと、他の考え方とか価値観っていうのが、正直今自分の日本にいる、いる,こいると、 と新しなぜなぜえっと、これはちょっと、こういう名称出す、出す形になってしまうんですけども、いよいよ私の信じてる宗教はと、今、あの、ことになっている統一教会なんですね。それで、行動とかを見ていく中で、やはり、宗教に対して、なん,ていうんですか、やっぱり、排他的な、 考え方とかもあったりもして、私は宗教によって自分の良い,い人格形成をできたとかん、人格形成の要因の一つになったと考えておいるので、えっと、宗教というのはとても大切な存在なんですね。ですが、統一教会という宗教の中で、えっと、報道していく中で、報道されていく中で、正直日本にいて、他、えっと、 この、えー、何でしょう分かったじゃあ今あの留学に対する思いだとかって語ってくれたけど、はい、留学をしてから何を学びたいだとか展望だとか、はいはい、そういう子がなかなか見えないから、はい、そこをじゃあ教えてください、はい、留学をしてからはプログラミングを学びたいと思っていますきっかけは学校のプログラミングの授業で自分からゼロから1を作るという体験が自分の中でとても えっと、印象に大きく、大きな印象を持ちました。それプラス、自分たちが、えっと、使っているアプリであったりとか、パソコンのウェブサイトであったりとか、そういうものがなぜ動いているのかっていうのを考えたときに、その裏には、プログラミングというものが存在していて、そのプログラミングを理解することが、これから IT っていう、あの、波が来ていく中で、とても重要だと考え、考え、考えました。それで、留学して、 プログラミングを学ぶ理由としてはプログラミングという言語は英語で成り立っているために英語で英語のサイトとかを使って引用したりとか、えっと、調べたりをするんですね。ちょっと多分本当に長くなっちゃうん、はい、でえっと簡単によって多分えー、宗教のことがあってえー、あお兄さんがまあ亡くなったことによって人生見つめ直しましたとでそれによって いろんなことが見えてきた中で留学う止段が出てきました。で、IT やりたいですって話になったと思うんですけど、えー、IT に対して今までなんかこう、じゃあやってきたこととか、その、いいなと思ってるところに、こう、背景をちょっと知りたいんですけど、ありますかえっと、私が IT に興味を持ったのは先ほど言った通り、えっと、IT、これから IT が大切になってくるっていうのが、将来、自分の将来を考えていく中で、 見つけたことになりますそれで IT に興味を持ち,持ちましてまずは触ってみようという気持ちで数ヶ月間、えっと、プログラミングにスクールに通わせていただいてオンラインなんですけども通わせていただいてそれで IT を勉強、えっと、プログラミングを勉強した経験がありますこれで何具体的にやったんでですかオンンラインでは本当に薄くなんであれなんですけども HTMLCSS と Python をちょっとやりました ちなみにその、まあ、プログラミングを通じてこのような、はい、まあ例えばもちろんそのウェブサイトを作るとかいろいろあるかと思うんですけど、はい、特に征く君がこう,、はい、こういうものを作ってみたいとかこういうプログラミングをこのように活かしてこの先やっていきたいというような具体的な何かありますか、まあ、例えばその こういうことができる何かを開発したいとか、はい、こういう企業に勤めたいとか、はい、その具体的にプログラミングっていうのをじゃあ,あ BYU 行って勉強した時にそこから何かその成し遂げたいことっていうほど大きなことじゃなくていいんですけど、はい、こういう未来を今は思い描いていますっていうのを、はいえっと、私がここに出たきっかけが、まあ、そもそも、えっと、英語力もない正直経済力も少ないそういうえっと 厳しい条件下である中で、留学というのは経済、経済面でも、英語面でも、結構ハードルが高いというのが現状なんですね。そこで、そのような私でも、えっと、留学を目指すことができて、実現することができるっていうのを、皆さんに示し,示したくて、応募したっていうのがきっかけなんですね。なので、私はプログラミングを、えっと、ま、学んで、えっと、その留学を、えっと、一つの目標としては、留学、 留学に対して、えっと、ハードルが高くなってしまっている人であったりとか迷ってしまっている人に対して、えっと、ハードルを少しでも下げれるように、えっと、情報発信とかをしていくためのツールとしてのコミュニティを作りたくて作りたいっていうのがあのプログラミングをやりたいや,りあのやって実現したい一つの一つのこと。具体的に例えばそういうあの留学について考えてはいるんだけどどのようにしたらいいのかが分からない人へ向けた それこそウェブサイトを作るとか、はい、SNS 上での活動とかそういったようなものなんですわ、ねはい、かりました。なんか独自でその作りたいサイトみたいな、うん、例えばなんか自分でプログラミングするってなると多分今現状、はいね、現状なんか自分にとっては良くない。でも,まあ、も,もっともうちょっとこうした方がいいなっていうサイトを見て自分で作りたいっていうふうに思ったってことですかなんか自分がプログラミングを学んでやる理由には そこで初めてなると思うんですけど、はい、なんか、なんかそういうウェブサイトとかたくさん見て、自分が作んなきゃって思ってプログラミングを学んだっていうことですかね。かただ単にこうなんか、こういうの自分が作れたらいいなみたいな感じですかね。なんか僕だったら例えばそのプログラミング、自分で学ぼうとはしないんですね。はい、その、ま、興味がないってわけじゃなくて、例えばそういうサイトを作りたいってなったら、そのね、それをちゃんとね、作っていただける方にお願いしたりとか、そういう考え方もあったりすると思うんですけど、 なんか、自分でちゃんと学んでみようみたいな思ったっていうのは、例えば、自分だったらこうするのにな、みたいな、そういうのを思ったからプログラミング自分で学んだとか、そういったわけではないですかねなんか、ちょっと、まあ、なとなく、こう。そうですね、えっと、えっと、コミュニティを作りたいっていうのがありまして、そこで、外部委託するっていうのは正直自分の中で考えていませんでした。というのは、その IT という構造をプログラミングを通して知りたいっていうのが一番自分の中で強かったので、それをツールとして何かを作りたいっていうのが後に来て、 そこでコミュニティを作りたいっていうのがあったので、コミュニティを作りたくてプログラミングをしたいっていうのが先に来たのではなくて、はい、なるほどです、ね。はい、まあ、あの、ある意味、その、まあ、手段が目的かじゃないですけど、はい、まあ僕も英語も何かのために学んだわけじゃないので、な本当自分が学びたいと思ったから、はい、っていうことですよね。はいあ、なるほどです、ね、それは分かりました。ありがとうございます。すはい、うん、それは素晴らしいですね。はい。うん、あのー、夢は何ですかなんか、夢にもね、きっといろいろあると思うんだけど、うん、なんか、あのね、あれだよ。 もう夢とか別に漠然としてわかんないってなったらもうそれ言葉にしていいから言葉にしてでもだからこそそれを探しに行くんだでもなんでもいいからさ、はい、とりあえずできないわかんないことは言葉にしちゃって大丈夫自信を持って、はい、その中でその上で夢を教えてください,、はい、い,い質問ですね <laughs> <laughs> ありがとうございます私のえっと留学を目指したのは将来えっと将来的に自分が何をしたいのかわからないっていうのが根本にあって自分を探しをしたい新しい刺激を受けたい っていうのが、とても強かったので、留学を目指しました。なので、正直言って、この世界をどうにかし、このようにしたいであったりとか、日本をこのように変えていきたいっていう大きな夢は正直ありません。ですが、先ほど言った通り、留学を通して、私の境遇の、えっと、厳しい境遇の人たちが、このビデオを見てく見てくださることによって、えっと、少しでも勇気を与えたりであったりとか、留学、 という進路があるんだということで、目指してくれる人が一人でも増えればいいのということで、留学を自分がして、他に与えられる影響としてはそのようなことが考えております。留学を通して新しい自分を見つけたい政治。そのポテンシャルを見せつけ、100万円ゲットなるか 当たり前が当たり前じゃないっていうの人生が一度きりっていうのがすごい一点突破な感じが僕はしててアメリカ人の彼女を作るとかでもいいんだよ恋愛っていうのが今気にされておりまして友達としゃべる感じでオッケーオッケー取り作ってるのってる感じちょっと全然伝わってくるんで 主催の留学 23K です留学グランプリ第2回も近々実施を予定しておりますイエーイ <laughs> こちらの企画にですね参加されたい方随時募集しておりますので概要欄の方の LINE 登録ですねそちらを登録していただけると 自動返信で挨拶メッセージが返ってきますその挨拶メッセージの中に申し込みフォームがありますのでそちらからご応募いただけたらなとまた何かこう問い合わせがあればその LINE から連絡いただけたらなと思いますあと僕と同じようにですね学生さんの留学の夢応援したいぞっていう企業さんスポンサー企業の皆さんまたは対個人でも大丈夫です投資家の方ですね企業さんであれば何か PR 個人の方であれば審査員としてて座っていただくどちらも大歓迎ですので同じく LINE 登録をしていただいて問い合わせいただけたらなと思います。